対選手な、まずな。ディフェンスの方は確認やけど、例えば 右からこう進ませるんやったら、右手前出して、フロントターンして。フロントターン簡単にされたら、やられちゃうから、させないようにすんやったな。それ大前提だから、こう膝触るぐらいで。そうそう、ユージはしっかり構えて、カバーして。で、この状態だな。で、今せ、範囲狭めてるから、はい、こっちまで行って。行ったら、これが味方の位置やから、これで勝ちやから、ターンしよる。しとったら、それをついていく。はい、ターンしてます。ターンしそうになったし。カバーの手、体しっかり、ぶつかってきても、やられないようにして、ぶつかってきても。そうそう。だからターン。いい？ロールターンの練習ね、オフェンスは。だから、しっかり強く。オフェンスの方、イエスの方が分かるかな。あ、いいよ、やってごらん。はい、ここに当てて、ここに当てるから絶対手な、足が下がってて、ワンアームやな、ワンアームやったな、こういうやり合いで、ロールターンする、すぐこっち向いてやられる、このままあっと頭ボーッとしてる、うーそろそろ見ようかいなーなんて言ったらやられる、さあこうついたらこっちから前向いてますけど、すぐ前、すぐ前、すぐ前、そういう感じで分かったね。で、フロントダウンはちょっとまた次やるから、とりあえずその練習ね。ディフェンスの間合いを使う練習。はい、行こう。ワンアーム、ワンアーム。はい、行け行け。はい、はい、行け。ドリブル弱いよ、渋谷。マグジーよ。あ、近い近い。大丈夫か？近すぎない、近すぎない。手出して、ジュニア、しっかり。